フ試験始めるよ。準備はいいかい？うん、どれ？コース4まで。よし。新しいコースが増えたよ。3つの三角。あ、よっ、し、遊び方。遊び方のことだね。なーに、心配はいらないよ。時間内に私の仲間たちから海賊のメダルをもらってくるっていう簡単な遊びさ。100枚あるメダルを1番から順番に集めていきな。メダルを集めてどれだけ得点を稼げるか競うのさ。これが得点表さ。メダルを集めるのが一番だけど、他にもいろいろ得点があるからね。6000点以上集めてコースをクリアするんだ。12コースすべてクリアできれば試験合格。あんたも一人前の海賊さ。じゃあ先に進むよ。さて、ドクロの入ったメダルが見えるかい？これがあんたが集めるメダルを示しているのさ。私が言う番号に早くたどり着いて古文から海賊のメダルを手に入れな。ただしメダルはルピーと引き換えだから、会う前にちゃんと集めておくんだね。ルピーの集め方は宝箱なんかで手に入れるんだ。宝箱からはルピーだけじゃなく便利なアイテムも出るからね。最後にメダルをゲットするときのとっておきの秘密。 A ボタンの表示をよく見てな。アタック成功。話しかけてメダルをゲットしたときに A ボタンが赤ならアタック成功で、ただでメダル1枚のおまけがつくのさ。さらにメダルを一度に5つゲットできる赤のラッキースターの時なら、次の番号のやつが U ターンして目の前に降りてくるんだ。説明はこれでおしまい。だけど今みたいに試験の間も私がナビゲートしてやるから安心しな。じゃあ頑張んな。遊び方、お城があった小山。始めていいかい？しっかりやんな。さあ、アドバンスの画面でニックネームの入力を頼むよ。はい、緑の見習いはペヘだね。じゃあゴンゾー、試験を始めておくれ。へい、姉貴。おっしゃ、アドバンスに注目だ。まずはアイテムを集めろ。壺を R ボタンか A ボタンで投げて、投げた壺をアイテムに当てな。お前に獲物を狙う腕があるか確かめるからな。いいか、始めるぜ。海賊試験カウントダウン。5、4、3、2、1、スタート。じゃあ私のアイテムを説明するからね。やりながらでいいから聞いておきな。紐のついた青い石はもう取ったかい？それは海賊のお守り。これで私に連絡してくれたらヒントやルピーをやるよ。あと残り1分。赤い靴のアイテムはペガサスの靴。この靴を履くとびっくりするくらい速く走れるんだ。トンカチのアイテムはもう出たかい？このトンカチはマジックハンマー。まあコースに出たらいろいろ叩いてみるんだね。あと残り30秒。離れたライバルを攻撃できるスーパーハンマーってのもあるけど、これはコースに出てからのアイテム。地面を叩いて地震で攻撃できるのさ。さて、いよいよだね。5、4、3、2、1、ゼロ。妖精さん、遊びましょう。一人でタイムアタック、シンクルと対戦。イエーイ。強さはどうする？
よし、手加減してやるのさ。それじゃあんたが集めたアイテムを送るよ。それからドクロを取らなかった褒美だよ。それL ボタンで使う最初のアイテムを選んでボタンを押しな。いいかい、たくさん得点を稼いだ方が勝ちだからね。シンクルに負けるんじゃないよ。負けないんだ。今回は海賊からメダルを集めるんだ。ボーナスはセネカ。ゲートオープン。さあテレビを見な。最初は1番を出してやるから海賊のメダルをゲットするんだ。コースマップのドクロのメダルが海賊の1だってのはもう分かってるね。テトラのラッキーイベント、スタートのゲート前にラッキースターを落とすよ。それペペがメダルを2枚ゲット。あ、妖精が現れたよ。次は6番だ。お、緑のペペがラッキー5を手に入れたよ。緑のペペが妖精から鍵をゲット。妖精さん、どっちだ。おお、メダルをくれるやつがどこにいるかわからなくて困ってるな。そんなお前らにアルビアラッシュタイム。今から1分間コースマップのメダル番号が表示されるぜ。今がチャンスだね。おーい、テレビのコースマップをよーく見な。メダルの位置を見てそこに行きな。緑のペペがメダルを3枚ゲット。次は15番だ。どうだい、テレビのコースマップはちゃんと見てるかい。妖精さん、どっちだ。緑のペペがメダルを3枚ゲット。あ、妖精が現れたぞ。アルビーラッキータイム終了。まだまだチャンスはあるからさ、頑張んな。緑のペペが妖精から鍵をゲット。緑のペペがメダルを2枚ゲット。次は24。うん、テレビに注目。メダルの番号を出すよ。間違えた。うん、テレビに注目。メダルの番号を出したよ。ペペがメダルを2枚ゲット。次は29番だ。あ、もう時間なの。しまった。テトラの海賊お宝ビンゴ。聞こえた数字がカードにあったら穴を開けて一列揃えたやつが当たりだからね。9番、10番、1番、4番。よし、チンクル、リーチ。2番、7番、8番、次ラスト5番。どうでビンゴ
誰もいねえのか。残念、ビンゴいないようだね。以上、テトラの海賊お宝ビンゴのコーナーでした。お疲れさん、またね。じゃあここで交換報告。現在緑のペペのメダルの数は42枚。なかなか順調に取れてるじゃないか。この調子でメダルを集めていきな。次は43番だ。どっちかな。おーい、ジングルのメンテナンス。シンクルがメダルを3枚ゲット。あ、妖精が現れた。次は48番だ。テトラのラッキーイベント、スタートのゲート前にラッキースターを落とすよ。どーれ、テレビに注目。悪いね。おっと、お、緑のペペがラッキー5を手に入れたよ。ルーレットストップ、ラッキー2。はい、やりましょう。シンクルがメダルを2枚ゲット。いい加減にするのだ、妖精さん。おお、メダルをくれるやつがどこにいるかわからなくて困ってねえか。そんなお前らに丸くラッキータイム。今から行くか。コースマップにメダルの番号が表示されるぜ。よし、テレビのコースマップに注目しな。こっちこっち、こっちだよ。今回はラッキータイム延長のおまけもあるよ。メダル3枚ゲットで延長だ。のペペがメダルをゲット。次は59番だ。アイテムチャージ。妖精さん、どっちなんだ。やった。緑のペペがメダルを2枚ゲット。次は61番だ。シンクルがメダルを3枚ゲット。アルミラッキータイム延長。やったね。1分間の延長。次はメダル6枚ゲットで延長だ。また頑張んな。メダルを4枚ゲット。次は70番だ。緑のペペがメダルを2枚ゲット。あ、妖精が現れたよ。次は72番だ。妖精さん、どっちか。緑のペペがメダルを3枚ゲット。次は75番だ。緑のペペが妖精からトライフォースをゲット。マルミエラッキータイム延長。やったね。またまた延長。試験終了まであと1分。このまま最後までいくよ。次は76、76、79、79、79、79、79、頑張れ。81、81、81、81、ヨートロー。頑張れ。83、83、83、83、どこだ。83、頑張れ。5、4、3、2、1。よし、そこまでだ。今回の海賊試験はこれで終了。お疲れさん、結果はどうかな。
よし、結果発表に行くぜ。テレビ画面に注目。まずコースのメダルの記録を見るよ。結果はこれだ。メダルの数に新記録が出たよ。やるね。ボーナスは6枚。さて、得点の発表だ。では、気になる順位発表。さあ、どちらが1位なんだ？出直してくるのだ。新記録が出たね。やるじゃないか。コースクリア。あんたの記録は子分として十分。海賊リーダー級の記録だよ。記録の印にリーダーの旗を立ててやったよ。ランキング発表。などなら一言。負けちゃったね。海賊試験お疲れさん。次の挑戦も楽しみに待ってるよ。またな。セーブするかい？セーブしたよ。続けるかい？どう来なくっちゃ。ていくよ。どのコースで試験を受けるんだい？戻るのかい？戻る。またな。